始まりました、制限ナウです。さあ、およそですよ、はい、およそ30分の番組でございます。きっちりとは終わりませんけどね。さあ、今週も張り切ってまいりましょう。どうも大変な作業です。よろしくお願いします。さあ、そして解説はもちろんこの方です。はい、制限金沢クラブアンバサダーの辻吉真嗣です。よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。もう週刊宣言 TV からの流れですからね、はい、はい、さあ、そして応援サポーターはこちら、はい、北陸アイドル部のアクティブガールミクこと辰巳ミクルです。よろしくお願いします。さあ、ということで今週もね、盛り上がっていこうと思うんですけれども、はい、ちょっと笑い止まりませんね、今のところは。はい、この制限ナウが始まってから、うん、なんと3勝2分け、負けなしということですけれども、はいはい、これ辻尾さん、はい、でミクちゃん、あれ、はい、ラウフ配信はずっと続けていけば、はい、どんどん順位がどん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 上がっていく、違いますね。そういうことですね。ね、はい、まあ、負けた瞬間にこのことは一切触れないですからもうそれは当たり前のことですけどもね、はい。さあ、ということで現在8位、はい、8.38 ということで乗りに乗ってきてますけれども、うん、ちょっとどうですか辻尾さん。いや、本当にね、うん、最近の戦い見たらね、うん、監督の戦術っていうのはしっかりみんなが理解して、はい、ハマってますし、また怪我人が帰ってきて、選手層も厚くなったので、はい、そこでのまた競争っていうのもね、まだまだありますよね、はい。この間の山口戦を見てましたら、うん、やっぱり皆さんが想像してた布陣とスタートはちょっと違ったような気がするよね、うん。そうですね。あれっていうのもありましたけど、はい、でもそれでも全然もう遜色ない、はい、うん。誰が出ても変わらない。まあ、選手層も厚くなってきたし、加藤選手、ルカオ選手、うん、島津選手、うん、みんな調子良さそうやし、うん、あの山口戦はね、まあ、追いつかれましたけれども、はい、まあ、合計は4ゴールでまあねじ伏せた、うん、そういう感じがしますよね。さあ、ということで10月18日、はい、あさってですか、あさっての午後2時からはジュビロ磐田戦、遠藤選手、岩盤にいた遠藤選手が金沢に来ちゃいますね。はい、はい、日本代表で歴代最多152試合出場を誇るレジェンドの遠藤選手がなんと金沢にやってきます。なるほど、なるほど、はい、天気もね良さそうなので、たくさんの方が来場すること間違いなしですね。間違いないですね、はい、本当に楽しみですけれども、さあ、なんかね、もうこの間岩田の、ね、移籍したなと思ったらすぐフル出場でしょ、はい、うん、すごいね。そしてこの施設の岩田戦のプレビューももちろんございます、はい。そして企画コーナーでは加藤睦月選手特集ということで、ファン必見ということでお楽しみに、はい。さあ、そんじゃ早速次に行きましょうか、はい。さあ、前節の振り返りです。さあ、前節はね、山口のホーム戦でしたけれども、早速じゃあハイライト見れますかね。はい、ご覧ください。声が割れてる。2020明治安田生命 J2 リーグ第26節、制限金沢対レノファ山口 FC の一戦を石川県西部緑地公園陸上競技場よりお送りしてまいります。それでは両チームのスターティングラインナップ、まずは金沢ですが、今日はスタメン5人入れ替わっています。そして一方のレノファ山口 FC ですが、こちらはスタメン1人入れ替えです。します。追い抜いていく渡辺大輝先生でのシーンですかね、 ここですね、はい。さあ、どうですか、ここは大きくサイドチェンジ、一番遠くのいいとこ見てました ね、 ね、渡辺選手ここからだね、はい、この前を向いて絶妙でしたね。完全にマーク外してるけども、はい、その前からもうね、そうですね、崩しがもう完璧でしたね。いや、ここまでの段階で、はい、まだまだチャンスあったんですよね。そうですね、2、3点入ってもおかしくなかったんですけど、うん、ようやくこじ開けたっていう感じでしたね。本当ですよ。ここで山根選手が、こうなる下川選手がパスを出して、下川選手出すと思う、そうですね、はい、おとりにつかった感じでしたね、うん。さあ、そしてここルカオ強い、はい、これで上げるんですからね、うん、そうですね。さあ、このクリアミスを逃さない、はい、そしてうわー、ビューティフルゴール、スーパーゴールですね、これは。まあ、相手のミスからでしたけれども、ね、ミスを逃さない、距離ありますよね、はい。でこれ多分ファー打つと見せかけてのニアなんですね、これキーパーのブラインド離れていってるんですね、はい、うまいですね。
あこれはここしかない。気持ちいいゴールでした ね。さあそしてここをね 2-0 というところなんですけれども、後半ちょっと山口に、そうですね、後半はちょっと押し込まれる時間が多かったですね、はい、ちょっと山口さんも立ち位置がちょっと良くなってボールが回るようになりましたね、うん、後半は反撃ののろし高いから一旦下げて、まあ、ここも立て続けにねちょっともう1点取られるんですけども、はい、あの嫌な流れだったんで、前節がこれで2対2の引き分けだったんでね、町田戦が。でもここからちょっと交代が当たりましたね、はい、早かったですもんね、追いつかれてからが。下川、これも下川選手右足ドンピシャリ、絶妙なクロスですね、見事。杉浦選手のポジショニングも抜群でしたね。うん、メンバーチェンジ、その島津変わって、いやでも島津選手の運動量はすごかったよね、すごかったですね、攻守において本当に素晴らしかったと思います、うん、下川。さあ90分を経過してアディショナルタイムは4分の表示、ここからホドルフォが入ってからのこのね追加点ですよ。金子から下川、グラウンダーのボール加藤睦月ですが、ここで打つと見せかけてのですね、杉浦選手上手かったですよね。このチームメイトの喜びがいいですよね。いいですね。みんなに愛されてるような感じがして。あれもこうね、チッとチッとって言われてますよね。もう、はい、これ杉浦選手狙おうと思ったら狙いましたからね。狙いましたね。アディショナルタイム目安の4分台に入ってここで試合終了。4対2。終わってみれば4対2金沢。いやー、お見事。もう一旦はね 2-2 に追いつかれた時にはちょっと嫌なこの町田の試合ね、ゲームがちょっと蘇りましたけども、そうですね、そこをさすがベテラン杉浦選手やってくれました、はいはい、結果4対2ということで、まあ、攻撃陣がちょっと圧倒的、そうですね、感じもしますよね、はい、あの今日のこのね、試合のポイント、はい、解説どうですかね。そうですね、先制点のルカオ選手のボールを、うん、解説したいと思います、はいはいはい、じゃあまたボードを使って、はい、ボードを使って解説したいと思います、うん、はい、はい、アップになりますかね、見えますかね、うん、はい、はい、来ました、はい、まずこれ渡辺選手が持ってるんですけれども、ここに行くまでにこう攻め込まれてたんですけれども、はいはい、あのクリアボールをちゃんと石尾選手がつないで久保田選手を経由してこう渡辺選手にこう渡ります、はい、はい、そこから渡辺選手ですね、非常に視野が広かったので一番遠くの、うん、下川選手が見えてましたね、はいはいはい、はいはい、でまずこう注目してほしいんですけど、これ山口の守備なんですけど、うん、これダブルボランチなんですよね、はい、はい、でこれフォワードの選手だったんですよ、うん、で前線3人これ切り替えが非常に遅かったので中盤が1人足りてない状態なんですよね、うんうん、これ4バックはいるんですけれども、はい、でサイドチェンジしたところに左の田中パウロ選手ですね、はい、行きましたね、はい、行きます、うん、はい、でこの時に久保田選手ですね、斜めのランニングですね、これ多分監督が非常に言われてるところだと思うので、ええ、斜めのランニングするわけですよね、そしたらこのボランチがスーッとついていっちゃうわけですよ、ね、うん、はい、そしたらまあこうちょっと下がってましたけど、うん、ここにがっぽりスペースが空いちゃうんですよ、ありました、ありました、はい、でそこを見逃さなかった山根選手がキュッと顔を出すわけですよね、うんうん、はい、山根選手こういう細かいスペースを見つけるのが得意ですし、はい、背負って受けるのも得意なんでここに入れます、うんうん、はい、で下川選手はこっちに行かずに中にこう入りましたね、はい、でこの左サイドバックの選手はついていきます、うん、はい、で山根選手ですね、ここを使わずにターンして上げて、うん、ルカオ選手スッと前に入ってゴールですよね、はい、見事でしたね、山根選手もこれも中見ずに、うん、もうノールックで上げたんですけど、多分もう練習中からルカワ選手があそこにいることを分かっているんで、うん、もういるだろうっていう形で上げましたね、はい、だから足元にペナルティーラインとかもありますし、大体のコースっていうのも頭に入ってるんでしょうね、はい、そうですね、あとはルカワ選手といつもコンビ組んでると思うので、
どこにいるっていうのが非常に分かってたんじゃないですか、ね、なるほど。いやもうプレーも見事ですけど、はい、解説も見事です、はい、ありがとうございます、はい、分かりやすかった、まあ、タイミングがまあバッチリでしたよね。バッチリでした本当に。さあもうコンビネーションもいい感じということで、まあ、攻撃陣が絶好調ということですから次、はい、次ですよ、はい、次もまた暴れてくださいね、これ動画ちょっと一回見ましょうか、はい、じゃあ先ほどの解説を踏まえてですかね。ここですね、はい、この渡辺選手からですね、はい、一番遠くの下川選手を見るわけですね、ここに、はい、ここはもうドフリーなんですよね。でこのスライドもやっぱ左サダー君選手遅いんですよね。あ、久保君流れた、はい、そしてそこを本当や、なんか入る、でここノールックで上げてルカを、その通りだ、ここすごい入っているところですよね。何にも絡んだ素晴らしいゴールでしたね。打つ磨きしてるしね。そうですか、またこういう得点が次節も見たいですね。そうですね、お見事、はい、さあということで、前節の振り返り、見ていただきました。さあそれでは続きましては次節の予習なんですけれども、はい、マッチプレビューということで、はい、現在ジュビロ磐田は津江県金沢よりも順位としては下なんですよね、はい、現在12位です、うん、さあ前回対戦しました8月23日のデータ見たくないんですよこれ、はい、正直見たくないんですけど、コテンパンにやられました。0対6でしたけれども、ちょっとこれ皆さん見てくださいよね。もうボール支配率圧倒的ですかこれ。やっぱりそうですね、まあ、ただ金沢は別にボール支配率にこだわった攻撃をしてないので、まあ、もちろんこの数字としてはちょっと差がありますけれども、うんうん、はい、僕ねここで注目したいのが、まあ、シュート数はまあ少ないとしてもジュビロ磐田がですねシュート10本に対してそれで6点取ってるっていうところ。そうですね、あの効果的な得点の取り方ですもんね。枠内シュート10本ですね。ああ枠内シュートですよね、はい、それで取ってるっていうのが、はい、すごいですね。いやあとどうですかこれ気になるところ通常さん。まあ、やっぱりペナルティエリアの侵入回数が多いということは非常にこうチャンスを多く作ってるし押し込んでるっていうことが見られてるということですか、はい、伺いますよね、はいはい、さあまあでもね済んだことは、はい、忘れましょう、はい、もう次ですよ、はい、ね、はい、やっぱりあの今年の中でもやっぱりもう、うん、倍返しとか3倍返しとかっていう言葉ありますから、はい、ここはやっぱりやっていただかないといけません、はい、さあそんな中ちょっと磐田の注目選手をあの聞かなくてもまあ多分僕の考えている人と同じだと思うんですけれども、はい、せーので言いますか、はい、岩田の注目選手はせーの遠藤選手ですよね、はい、ですよね、ちょっと見てみますか、はい、手番号50番、はい、まあ、ここがねなんか遠藤選手って7番のイメージあるんですけれども、はい、さあ50番ということで、気になるところのデータどうですかね辻尾さん。これ多分昨年のデータかなと思うんですけど、うん、はいはいはい、パスチャンス力もうえげつないですね。これ20が多分マックスだと思います。マックスですからね。いや、ということで、でも遠藤選手の持ち味はそういうパスですから、ね、センス抜群ですからね。そうですね。あとはもう、通算出場数ももう641っていうのに。バケモンですよね。バケモンです、本当に。しかもこれほぼほぼ J1 ですよね。はい、さあ、そんな遠藤選手が、はい、あの前節フル出場したということで、はい、まあ、もちろんホームでしたけども、はい、アウェー金沢の地も多分来るでしょう。そうですね、間違いなく来るかなと思いますね。だって試合に出るためにジュビロに、まあ、言うたら移籍したわけですから、はい、さあ、ぜひともねちょっとその遠藤選手を、はい、まあ、見に来るっていうことでも別にいいじゃないですか、はい、もちろんです、ね、はい、で現在、うん、7000人まで上限が増えました、はい、そこで、はい、さあ、辻尾さん、はい、今チケットどのぐらいの状況でしょうかね。今現在5500枚ぐらいです。5500枚、はい、これまでの試合に比べると結構な枚数がこうさばけてるわけですけれども、はい、ということでまだ1500は余裕があるということですか。そうですね、なるべく早くですよね、うん、はい、ご購入いただいて。僕ね、いらんこと言いましたわ、はい、あの見に行きたいっていう人に、はい、もうチケットないかもよって、ちょっといらんことしてるね。いや、まだまだありますから、はい、ちょっと皆さんなんかこう、うん、そう勘違いしてる人もいるかも分かりませんし、はい、ちょっと周りの方にね、あの赤い服を着て、うん、ぜひともちょっとスタジアムに、はい、そうですね、当日もあれどうなんですかね。インターネット経由なら買えるかもしれないですけど、うん、その時にもう完売になってたらもうないので、ね、できるだけ早く買ってみたいね。さあぜひとも皆さんね、はい、ちょっと見に来ていただきたいと思います、はい、さあそこで今日ね手元にちょっとね、はい、皆さんのチャットとかもこちら届いておりますから、はい、ちょっと見てみます。最初の方にね僕の声が割れてるっていうねあれあったんですけど、治りましたから、はい、大丈夫ですかね。
またその辺もねちょっとねコメントしていただきたいと思いますけども、はい、どうですか、なんか気になるのあります？そうですね、うん、おお、めちゃめちゃいっぱいありがとうございます、うん、すごい来てるね、本当にめちゃめちゃ、おーおー、めちゃ来てますね、音割れ、音割れが大丈夫かな、うん、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はいはい、あのそれとね、やっぱりあの今チャットにもありましたけど、はい、遠藤選手よりも山本選手でしょっていう意見があります、ここどうですか？それはもちろんそうですね、はい、サポーターの皆さんからしたらね、あの昨年までバリバリレギュラーで強い源で出た選手が、うん、マリノスに行ったんですけれども、今レンタル移籍で、ジュビロ磐田にいるので、うん、今もジュビロでもスタメン勝ち取って出てるので、もうね、チャンスが捨ててますもんね、はい、頑張りた今野選手もいますし、はい、大森選手も何度か来てますし、はい、まあ、見どころはたっぷりあります、はい、さあそんな中、はい、じゃあちょっと強い源 の、はい、あの注目選手も教えてください、はい、そうですね、強いの注目選手はルカオ選手、ルカオ選手ですか、ちょっとデータ出ますかね、今出てますか、はい、さあルカオ選手もやっぱり攻撃面っていうのは突出してますね、そうですね、うん、もう9ゴール上げてますし、まあ、何よりあの破壊力ですよね、もうスピードもありますし、はい、フィジカルもめちゃくちゃ強いですし、あの何なんでしょうね、僕らプラットキャストで今回喋ってるんですけど、はい、あのルカオ選手って大きいから、はい、ちょっと動きが鈍いのかなと思いきや、はい、1歩目、2歩目からグイーンと出てくるんですよ、はい、もう相手も止めようもないんです、ね、あれはもう並走したらもう負けですね、相手はですよね、まあ、そういう我々のね、うん、ちょっと強みのルカオ選手もあります、はい、手元のデータではですね、はい、遠藤選手がパスが20っていうマックス言ってましたけれども、はい、なんとなんとルカオ選手も20取ってますマックス、ロングシュートというところで、はい、まあ、ここなんかロングシュートも打てるし、そうですね、食い込みプレーなんかもあるし、はい、そちらの方もぜひともね、はい、生で皆さんご覧になっていただきたいと思います、はい、さあということで怪我人も戻ってきております、はい、もう総力戦でねぜひとも0対6でやられたこの倍返し、はい、リベンジしていただきたいと思います、はい、さあ、それではですね注目の岩田戦、ジュビロ岩田戦はあさって10月18日の日曜日、はい、午後2時からです。たくさんのサポーターね来られると思いますんで、いろいろお早めに会場の方にお越しください。以上マッチプレビューのコーナーでした。さあそれでは お待たせをいたしました、お待たせをいたしました。もうあのやっぱりね、もう選手のプライベートが皆さん見たいと思います、うん、なかなかこういうご時世ですからね、はい、我々もインタビューに行くこともできないけれども、撮っていただきましたね、面白いです。さあそれではね、インタビューとプライベート映像こちらの方、はい、皆さんお楽しみください。大学サッカーリーグと比べてまずスピード感と、はい、あのフィジカル、まあ、一人一人のこのフィジカルっていうのはプロの世界入って、まあ、違うなって実感して、まあ、でもその中でも、こうやってやっていくうちにやっぱ慣れていきますし、まあ、日々の練習からトレーニング積んでいくことでそれに合わせてスピードもついていってますし、まあ、全然やれてるなって実感してます。一番の今年の目標っていうのをまあ紙に書いて、それが2桁得点だったんで、まず達成できたっていうのは、ね、すごく嬉しい。その目標はもう捨てて次の目標を17点、やっぱ自分の背番号取りたいじゃん、まあ、こう制限のサッカーって間違いなくこう一番はやっぱ走らなくちゃいけないっていう走力、まあ、そこの部分ではやっぱ、まあ、合ってるなっていうストロングポイントとしての一つでこのサッカーに向いてるっていう部分ではあるなと思ってますし、まあ、あとは、まあ、自分の技術っていうのは、まあ、自信持ってるんで、この前いいスルーパスだし、だよ、いやあれ多分俺過去一かもしれないです、であのスルーパスはしかも逆足だったし、まあ、しかも相手が来世だったって、ね、出した相手がね、うん、だからちょっと嬉しかったよ。しっかり決まり事っていうのはやっぱ選手一人一人に出しますし、課題っていうのも出しますし、あのチームとして そのやるべきことっていうのは必ず一試合毎試合毎試合作るし、やろうとするか やろうとしないかっていうところをやっぱしっかり見てるので、まあ、はっきり言って、まあ、分かりやすい監督、うん、だからそういった意味では僕はいいかなって本当に、まあ、プラスやっぱやることが決まってるってことはそれをやっぱ全力でやれば見てもらえるし、まあ、それが、結果につなげればなおさらやっぱ評価も高くなるし、今の監督が僕の中ではなんかすごいいい監督だなってすごい思いますね。いやまだまだ成長しなくちゃいけないけどね、そう、ね、
島津来世かな。そうね、来世だな。大将ほんまにでもずっとおるよな。なんでなんそれ、なんでそのきっかけは仲良くなるでも、ね、なんかキャンプからもうね、そうやんな、なんでなんでもそのきっかけってフィーリングじゃない。あのね、大学の後輩、本当に来世みたいな後輩いてそっくりなんだけど、そういう後輩とずっといたの。自分の中でこう先の目標っていうのを立てるあんま好きじゃないから、まあ今2桁ゴールなんで、まあさっきも言ったように17ゴールね、まず目標、一番の目標として考えて、まあアシストもちょっと5以上行きたいね。今3だから5以上行きたい。まあでも一番はあの過去最高の順位だから、そこを出してその一員だったっていう、あのチームに貢献できたっていう、そういう風に終わりたいなって笑顔でね。こんにちは、制限金沢の加藤睦月です。今日は、プライベートを少し、紹介していきたいと思います。僕は練習終わりとかに、よく、まあ、カフェが好きなので、まあ、いろんなところのカフェ行ったりしてます。結構カフェでは何飲むんですか。まあ、基本的にアイスコーヒーかカフェラテを飲みます。だいぶ大人なんですね。よくあれ誰と来たりするんですか、こういうカフェとか。あ、そうですね、まあ、島津来世ですね、はい。ご飯とかは誰と行ったりするんですか。ご飯もそうです、まあ、がめつく島津来世来るんで、島津来世とよく行ってます。全部俺あ、すいません、放送事故入りました。まあ、ファンの方々を見てるということで、まあ、僕が勇気振り絞ってちょっと加藤選手にちょっと質問したいと思います。ズバリ加藤選手の好きな女の子のタイプは。女の子のタイプ、はい。ですね、もう僕はあのスタイルがすごいいい子が大好きなので、ぽっちゃりよりも、いや、もうぽっちゃりよりももうシュッとした。そうですね、シュッと、細身。なるほど、はい、じゃあもう細い方は全員いけるということで、はい、この辺でやってまいります。はい、はい、家では、基本的にこのスペースで、まあ、これを使ってストレッチをしたり、まあ、こういう感じの、ケア用品を使って、優雅に過ごしてます。まあ、こうほぐしつつ、まあ、iPad とかを使って、まあ、ダゾーンを見たり、まあ、なんか YouTube を見たりっていう感じで、まあ、基本的に本当にこのスペースで何かをしてます。制限ナウをご覧の皆様、たくさんの選手の素顔が映っているので、ぜひリアルタイムでご覧になってください。 Thank you。 これ加藤選手の今日はあれですよね、特有でしたよね、はい、なんかこうやって見たら島津選手もねめちゃめちゃ目立ってましたね、はい、出たし、はい、まあでも仲がいいのはよう伝わってきます、はい、さあそこでね、あの、はい、今後いろいろな選手にまたね、はい、ちょっとこう撮ってくださいとかって言って、いろんな選手の素顔なんかもお見せします、はい、いや面白いね、面白いですね。あの最初にグラウンドでね練習の後だと思いますけれども、はい、あのインタビュアーのため、ためのはい、ね、関西弁出てましたよ、めちゃめちゃ自分何々しとってやんあれいいな、俺ももらおうかなねえ、さあということで、あと細身の皆さん、はい、チャンスですですね、いろいろ場所があるでね、はい、こういうのはもう仲のいいとかこういう風なもんじゃないと分からんからね、はい、だから辻野さんどうですか、あの選手時代とかこういうのあったら違います、はい、いや、あんまりにはこういうのなかったんで、うんうん、ファンサポーターの皆さんはすごい多分嬉しいと思いますし、あでしょうね、しかもめちゃめちゃあの、うん、素直に答えていたんで、そうですね、はい、いやこういうのはやっぱどんどん続けていったらまたファンも増えるんじゃないですか。もちろんもちろん、はい、思いますね。だから知らない部分とかもね、はい、見えたりしますし、はい、本当に島津選手と加藤選手は恋人のような仲間だっていうのも見えましたし、はい、ねえ、ビビちゃんどう見てて、はい、めちゃめちゃ面白いですね。面白いね。あのね、あの加藤選手の誕生日の時にラジオで取材させてもらったんですよ、うん、その時に、うん、あの誕生日プレゼント何が欲しいですかっていう話題になった時にバラの花を1本欲しいって言われて、バラの花、そうなんですよ、なんかもうマジですごい変わってる、あげる方じゃなくてもらう方ですかもらいたいらしいですあ、はい、なるほどね。じゃあまあこれ細身の方はバラの花を1本ということで、ぜひ
ねえ、さあ、そういうことで本当に怒られる方もいますからね。以上、加藤選手の特集をお送りいたしました。さあ、実はね、インタビューの部分がね、はい、30分ぐらいあったんですけど、泣く泣く5分に縮めたということで、できる限りね、長くこの時間も取りたいと思います、うん、はい、さあ、企画コーナーをお送りいたしました、はい、続いてはインフォメーション、みくちゃんよろしく。はい、今日は3つお知らせがあります。3つ目、ね、まず1つ目、うん、今週末のジュビロ磐田戦ではツエーゲン茶屋街の出店店舗で試合当日限定の旨辛メニューをご用意しております、はい、さらに辛くてうまい料理の日本一を決めるカラワングランプリで全国1位に輝いた竹の屋さんが限定出店、とろけるパイカの旨辛丼をお楽しみください。旨辛グルメで試合前のテンションを上げて応援もさらに熱くいきましょう。ちょっとね、寒くなっていたからね、はい、辛いの食べて汗もガーッとかいてね、燃えるとも分かりませんからね、はい、うん、はい、続きまして、はい、先着5000名様におじこコラボ T シャツをプレゼントいたします。当日もチケットを持って各入場口にお越しください、うん、大人サイズ、L サイズと子供サイズ150サイズをご用意しております。ただし各ゲートごとに上限枚数がありますので、ぜひお早めにお越しください、はい、おじこというのはですね、うん、金沢初のブランドとなっております。大人が着たくなるデザインを大人から子供まで着れるサイズ転換をしております、はい、要は親子お揃いで着れちゃうブランドってわけです ね、 ね、これですね、こちらですね、はい、はい、これがもらえますね。こちら先着5000名ということでね、はい、18日は皆さんできる限り早くお越しいただきたいと思います、はい、さあ3つ目いきましょうか。はい、続きまして、当日の試合会場では金沢ホームタウン応援クーポンを配布しております、うん、こちらも入場ゲートにお越しいただいた方にお配りしているクーポンになります、はい、地域の対象店舗で使用できたり、会場のグッズ売り場でも1000円以上お買い上げで1枚ずつ使用できますよ。金沢市が市民のスポーツ観戦への来場意欲増進や地域活力の向上、うん、一体感の醸成などを目的に実施してくれました、うん、はい、ぜひご来場して使用してをたくさん繰り返してくださいね。醸成という感じでちょっと止まりそうなんだ難しいです。辻尾さんがすごいハマってしまいました感じがちょっとですね、はい、あ、でもなんかね、はい、1回目2回目に比べて3回目落ち着いてちゃんと、はい、カメラ目線とか読みながらまたカメラ目線っていうところでね、ちょっとずつ勉強をなさっておりますので、いやいやいや素晴らしいですよ、はい、さあさあ、そしてもう一つあるんでしょ。はい、もちろんこれが大事なんですよ。ちょっと見える、はい、見えるこれでしょ、はい、北陸アイドル部のフォースシングル木綿のハンカチーフが10月14日に、うん、なんと発売されました。なんとね、こちら、うん、今月の、まあ、北陸アイドル部第4日曜日に定期公演というのを行っているんですけども、今月の定期公演で初披露いたしますので、はい、と今月の10月25日の日曜 日、うん、日, 曜日、はい、午後14時からです。PTX というアプリからご覧いただけるので、うん、ぜひ、はいはい、あの木綿のハンカチーフ見てほしいです。そうですよね、つえさぽの皆さんもよろしくお願いします。あの14時っていう場合は午後ってつけなくて大丈夫ですからね、はい、あ、すいません、ごめんなさい、午後2時やね、はい、午後2時です、午後2時からですね、はい、これね、僕も何回も聞いてると、うん、本当にいい曲、お、ありがとうございます。マジで僕らからすると懐かしいし、うん、本当にいい曲、はい、これが聴きたい。またあのね、うん、あの制限でもね、そういう風なイベントとかできるようになったら、はい、そういうところで早くね、ぜひ披露したいです、はい、皆さんに届けたいのでお願いします。はい、ありがとうございました、はい、以上インフォメーションコーナーでした。さあ、辻尾さん、はい、あっという間にも30分ですよ。早い、本当にあっという間ですね。もう早いよね、はい、早いです。まあ、あの安定して、まあ、ちょっと今日もね、はい、あの中山さんのちょっとパソコンが最初ちょっと言うこと聞かないっていうのでね、はい、うん、どうなるかと思ったんですけど、はい、ちょっとまあ機嫌も直してくれたということで、はい、時間通り進めることができました、はい、さあ、そしてね、オープニングちょっと僕の声がちょっと割れてたという意見ね、いろいろいただきましたんでね、はい、申し訳ございません、聞き苦しかったと思いますけれども、まあ、これもね、やっていくうちにどん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 直していって、さあ、ということでね、ツエーゲンナウが始まって3勝2分けということなんですけれども、はいはい、次のジュビロ磐田戦、はい、どうしましょう、ちょっと得点予想してみます。はい、そうですね、どうでしょうかね。じゃあ僕から、うん、まあ、一応回答してもらっていいですか、はい、その間にね、はい、ちょっと YouTube のコメントとか見れたらよかったんですけどね、はい、まあ、次回もまたね、ちょっと見えるようにしておきましょうか、はい、さあ、もうみくちゃんはどうかな、みく、はい、ちゃんも書いて、じゃあ、はい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 、私は、じゃあ皆さんもね、ちょっと予想しておいてください、今のうちにね。
じゃあこうしましょう、はいはい、あ出たなるほどなるほど僕はね、はい、実際ねちょっとリアルにちょっと予想してみますね、はいはい、リアルさあということで一斉に上げましょうか、はい、前節のね、ジュビロ磐田戦の勝敗予想はこちらです、はい、じゃん辻尾さん2対1で杖源勝利、はい、僕は3対2で杖源勝利、はい、それでみくちゃん、はい、6対0ですね、はいはいはい、前回の、はい、試合の逆をいきましたあの、ねまあ、本当にねこれはそうなってくれたら最高に嬉しいですね、そうですね、はい皆さんぜひともねあのスタジアムね太鼓とかも OK になるんですよね、そうですね、うん、だから鳴り物とかもね、はい、あのグッズ担当の女の中野さんがね、はい、この間紹介しましたけども、はい、あのこうなんていうんですか、うん、その、うん、パン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 って食べる、はいはい、叩くやつ、ね、あのもし家に帰ったらこう布団でも叩くやつね、はい、これもありますからね早めにね、はい、皆さんに、ね、お越しいただきたいと思います、はい、さあ次回の予告コーナーなんかあるみたいなんで、はい、そちらの方ちょっと映像で見てみましょうか。ものがないので、すごい。どういう形であれば、ユニオン出ちゃう。あれ？結構どうどう？目が死だ。目が半沢や。どうしたの？笑ってるし。ちょっと楽しみだよ。これはもうめちゃめちゃ楽しみですけど。ハイダさんといえばね、はい、前のイベントでも本当にもう爆笑というような、はいはい、タイプの、はい、一生懸命ちょっとサッカーしてましたけども、ね、かっこいい。まあとりあえず伝わってきたのは、はい、残っちゃようわからんです。何なんでしょうね。これ次節。はい。ではこれちょっと楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね。もうなんか藤川どうですか。ちょっと皆さんど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 ん前に出てきますね。ですね。もうなんか秘密兵器ここ出てきたなと思って。出すの早い。出すの早いなと思ったんです。確かに確かに。聞いてた歌詞はまだ全然出てきてない。そうですね。ちょっと諦めたかな。さあ、まあ、皆さんね毎週金曜日ね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、みくちゃんもありがとうございました。ありがとうございます。辻尾さんもありがとうございました。ありがとうございました。さあ今週の杖源ナウはここまでです。はい、また来週。さよなら。さよなら。今週もありがとう。